2018年12月1日、大安中央保育園と夢の実保育園で生活展が開かれ、多くの保護者の皆さんが訪れにぎわいました。これは毎年12月の第1土曜日を保育の日として、日々成長している子どもたちを知ってもらおうと、園舎を開放して行われているものです。0歳から2歳児までが五感を使った体験をしている夢の実保育園では、主に遊びの中で生まれた作品や、普段の生活の様子がわかる写真の展示などがありました。成長が目覚ましい2歳児の会場では、指に絵の具をつけて模様を描いた花火や、フラワーペーパーで作ったアジサイなどがあり、親子で作品をじっくり眺める姿が見られました。またホールでは、日々の保育の様子を撮影したクラス別の映像が上映され、保護者の一人は、家にいるときとは違う姿が見られて楽しいですと話し、保育園でのびのびとしている我が子の姿に見入っていました。この他にも3歳から5歳児の教室には、自由な発想のユニークな作品展示がありました。3歳児は、さつまいも掘りをした時の芋でハンコを作り、巨大さつまいもに模様をつけました。そして4歳児は、友達の意見を尊重しながら屋台をグループで制作しました。5歳児は何を作るかの話し合いから始め、泳げて、飛べて、道を走れる車など、世の中に存在したら嬉しいと思うものを制作しました。たくさんの笑顔が見られたこの生活展。水谷茂樹園長は、幼い頃にいろんな体験をして想像力を豊かにすることが大切です。小学生になった時に正しい自己主張ができるような保育に職員一同取り組んでいくと話していました。